さあ今日はですね、いよいよスケボー YouTuber のロビンさん福岡旅立ち前のラストイベント、そしてロビンさんが初めて主催するスケボーのイベントということで、これは参加マストでしょということで、今イベント会場に向かっております。行ってみましょう。おはようございます。撮ってるやん、カメラ回してるんで。おはようございます。今日みんな出るんすか、イベント。はい、頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。撮って大丈夫ですか。ああ、じゃあ今からこう入ってきました感出しますんで。おおはようます。レオさん来ましたよ、初イベント。ついになんか違う意味の緊張する。本当ですか。マジで超緊張してる。とりあえず今日楽しみましょう。あ、そうですね。なかったら僕もサポートするんで。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。ぜひレオさんにはもう参加していただいて。はい、参加しますよ、はい、今日のイベントはですね、ちょっと初心者に有利なルール。あ、全然大丈夫です。ロビンさん、今日の意気込みお願いします。意気込み、はい、もうとにかくまだイベント開始前なんですけど、タイムスケジュールとかグループ分けとかしっかり準備されていて、ロビンさん抜かりないなっていう感じですね。で、僕はここですね、 E 組のところに入ってます。今日はですね、キッズも大人も混合ということなので、楽しくスケボーしたいと思います。ロビンさん、はい、準備完璧じゃないですか。完璧ですか。バチバチにタイムスケジュール出してたんで。台本もね、ちゃんと台本あるんだ。すっごく YouTuber がやるんだったら、はい、なんか YouTuber らしいことしたいなと思って、僕が唯一思いつけるのはこの生配信をするっていう。いいっすね。しかもそれでジャッジもするんですよね。視聴者にもまあコメントもらいたいなっていうと、裏でちょっと見てる人が一人いるんですけど。例のスペシャルゲストですね。 YouTuber が出演するんで、ちゃんと著作権のこととか考えて、音とかあんま大きな感じで流れないんだろうなと思って、はい。じゃあ今日はもう BGM ほぼなしな感じで。僕も MC だって。あ、いいっすね。なぜかシード扱いになってる。準々決勝からね。短波のストレートショットみたいになってるやん。まあでもあざす。初イベントの自分超えスケボーバトルをですね、やらせていただきます。 YouTube と絡めたいなということで、生配信をすることにしました。 ありがとうございます。すごい、タトゥー始まった。エイト見して。あ、いいね、タトゥー屋さんや。パワーが注入されてるような気がする。これで入店しましょう。注入されてますやっぱり。気合が。ありがとうございます。パワーハウス。お願いします。お、入ってる入ってる。ありがとうございます。パワーハウス。パワーハウス、パワーハウス。あ、来た。来た。さあ、これ僕のグループです。まもなく僕のトライが始まります。お願いします。僕あのレールで27で入って27で降ります。これは自分超えだ。やったことないです。ガチで来た、ガチで。よっしゃ、この次はですね、もうある意味メインイベントみたいな感じですね。おじさんグループ今から始まります。マーシーさん何するんすか。おお、熱い。翔太郎さん何するんすか。これここでフリップします。おお、自分超えですね。ちょっと言っていいですか、はい、と恥ずかしくて隠してません、帽子で。森さん何するんすか。キックフリです。お、人生初。これメイクしたら優勝っすよ、はい、ぜひメイクしてほしい。しっかりカメラで収めます。では準レギュラー、準レギュラーの森さん、人生初めてのキックフリップ、ここで。お、ある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 。10歳か。
君は初めてメイクできるのか。かなり。うわー。うわあ、あるある。一緒一緒。ああ。ナイストライ。よっしゃ、斉藤さん。行きましょう、斉藤さん。いや、僕らと一緒に体感してくれた斉藤さん。あ、準レギュラー。バンクですかね。おお。そう。ファーストトライや。やばーやばー、ナイスメイク。これ次何するんだ、マジさん。お、来た。僕がこのバルレールでやるっていう、かなりの難易度、これはすごいぞ。うわー、いや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 、イエーイ。次何するんだ。完璧今の。イエイ。並んでポール。じゃあ僕もロビンさんサインください。めちゃくちゃネタやないですか。いや、ネタっすよ。初めてのイベント参加したデッキなんで、ぜひ。ありがとうございます。ロビンさんどうでしたっけ、イベント。楽しかったけど、一番は疲れたけど楽しかったっす。本当お疲れ様でした。大成功でしたね。 ありがとうございます。また福岡でイベントをするときはぜひまたお誘いください。ありがとうございました。今ですね、スタンススケートパークに来てます。今日はここで僕が毎週木曜日講師として参加しているスクールのですね、バーベキューがあるということで、なんとですね、レオチャンネルついにお肉の案件が来ました。今回ですね、いただいたお肉というのがこちらです。木之助さんのプレミアム牛ハラミ、こちらをご提供いただきました。で、木之助さんっていうのが牛ハラミを専門に扱うお取り寄せをやっておりまして、ハラミ好きによるハラミ好きのための本格牛ハラミということで、ハラミにめちゃくちゃ自信があるそうなので、今日はですね、僕以外にもスケーターだったり講師メンバーとこのハラミをいただいて、忖度なしに味のレビューやっていきたいと思います。興味がある方は概要欄の方にも木之助さんのリンクと、あとは今全品送料無料キャンペーンってのをやってるみたいなので、チェックしていただければと思います。じゃあバーベキュー会場に移動します。木之助のプレミアム牛ハラミどうぞ。いただきます。はい、どうぞ。美味しかろ。カレーなしで。じゃあ俺いきます。匂いでご飯いきますね、レオさん。旨味の塊ですね、マジで。マジで、マジで。噛んだらめっちゃ出てくる。首も出すね。僕もいただきたいと思います。マジこれ肉がめちゃくちゃ柔らかくて、脂身と赤身がかなり程よくて、これをご飯と一緒にいただきます。うん、うまっ。うん、あ、めちゃくちゃうまい。気持ちいい。すごいうまい。どうすか、牛ハラミ。うまい。うますぎる。めっちゃ濃厚。子供の口にも合うかな。プレミアム牛ハラミってやつ。うまっ。うまい。満面の笑みいただいております。